下の世代または上の世代とは一生分かり合えないと感じたこと。兵庫県神戸市油揚げさんの上の世代とは一生分かり合えないと感じたこと。この件先方とは電話で話した？仕事のできる上司が一回ちゃんと電話しといた方がいいぞ。頼むぞ Z 世代。了解です。 Z 世代らしい新しい発想でいいからと世代でくくるのが好きなので、はい、ありがとうございます。はい、明日の気になったところ赤入れといたから。ありがとうございます。私も良かれと思って。やっぱすごいな、さすが昭和世代ですねと言ったら、昭和世代ってあんま言われたくないな。なぜだか不機嫌になったこと。宮城県仙台市ロビオさんの下の世代とは一生分かり合えないと感じたこと。36歳の私が、明日の新入社員の歓迎会来ますよね。若手社員との飲み会に誘われたが、明日だっけ？あれ、来れない感じですか？もう新入社員と年離れすぎててさ、正直何話していいか分かんないんだよね。と言うと、うちらの中で先輩、イケオジだって評判いいんですよ。え？イケオジが好きな若い子も多いですからね。絶対来てくださいよ。30代でおじさんに分類されていたこと。ということで、下の世代または上の世代とは一生分かり合えないと感じたこと。